東京グランド花月で漫才を披露するお笑いコンビ、トータルテンボスイコール東京、文京区、吉本興業を代表する寄席、大阪、なんばグランド花月公演の東京版、東京グランド花月が17日、東京、文京区の東京ドームシティ内にあるインシアターで開幕した。前節は2015年結成で、京都出身のお笑いコンビ、生ファラオが務め、トップバッターは、今年、第9回情報漫才協会大賞を受賞した、ダブル東が務めた。2組目は、トータルテンボスが漫才を披露。SNS 上では、ツッコミ担当の藤田健雄、48、が交通トラブルで切れた映像が拡散し、相手に謝罪しては返したが、相方の大村智弘、49、が、今日は切れさせませんからと突っ込むと、大丈夫。クラクションを鳴らされない限り切れないわと言い返して、大爆笑を誘った。同公演は23日まで開催。若手から大御所までが集結して、漫才やコントなどを披露し、吉本新喜劇も登場。この日は他に、中田カウス、パンクブーブー、サルゴリラ、霜降り明星、ダブル東、令和ロマンが出演した。